7日で子供を作れぞ。しっけ、この子にします。手続きの書類は。そんなんいいから、さっさと引き取ってくれ。子作り任務達成、順調すぎて逆に不安だ。お前はそれでいいのか。スパイミッション、ワクワク。今日からお前はうちの子になるが、周りの人たちには元々の親子だってことにする。わかったか。うい。あら、かわいいお嬢さんね。こんにちは。今日越してきたフォージャーです。ずっと前から父の子供のアーニャです。お、いらんこと言うな。冒険、冒険じゃない、ただの買い物だ。どこからどう見ても平凡な親子であるべし。なぜ目立つ。片手が塞がれてはいざという時の敵襲に備えられんが、仕方ない。敵、何してる。警戒、アーニャを知ると世界が平和に。こいつ実は頭良くない。クロスワードはまぐれ。今からでも他の子に変えた方が。死んでたよ。どうした急に。ピーナッツ買ってやるから泣きやめ。ピーナッツやだ。アーニャ勉強やだ。今日は連れて行かないからな、絶対に。おい、ダメだと言ったろ。ほらそこ、バレないと思ってんのか。そこそこ。父すごい見つけてくる、楽しい。最終的には玄関にバリケード築いて封じ込めてやった。虐待で通報されないことを祈るよ。おお、秘密通信。ボス、新しい通信を傍受しました。黄昏三十。あ、また。お兄さん、こちら。発信源の特性急げ。頑張れ。難しいよ、全然わかんない。どれにしようかな。なんだお前、俺の命狙って。